どうもこんにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。 T シャツ全開と被ってますけど、はい、今日の動画はリンデル9月号通常版1080円、ミッフィー刺繍が可愛いホレービッグトートベスト9月号950円、コスメキッチン人気の10点セット、はい、以上本日は2冊だけ開封していこうと思います。最近2冊だけ開封が多いですね。ということでリンデルさんなんですけど、こちら通常版となっております。ちょっと画像入れ忘れたあれやからさ、こっちの宝島社さん限定バージョンもございます。こっちのリンデルさんも1080円で、こちらは宝島社さん限定のリンデル特別版その2でございます。おぬいぐるみやないかいという話やねんけど、可愛いよねこのブルーのミフィちゃん。サイズ感的に割とデカめになると思うんですけど、こちらが1680円となっております。まあぬいぐるみの割には安いんかもしれへんね、逆にね。まあ、リンデルさんそんな感じで3種類出ますよということ で今回ご紹介するこちらビストさんなんですけどね、コスメキッチンのやつ、こちらもですね、こちら通常版で、はい、増刊版もございますと、こちら付録がちょっとね違う感じになっているので、もう全身クリアリング発展セットっていうのがついてるんだって。こんな感じで同じ雑誌さんでもね、いろんな種類が出る分がありますので、それまたチェックしてくださったらなと思う感じでございます。ということでまずはこちら、はい、リンデル通常版いきましょいということで、今回ですね本屋さんとかコンビニとかではこちらしか売っておりません。残り2つに関しては宝島社さんのホームページ限定となっておりますので、先ほどもお伝えしました他2つが気になった方は宝島社さんのホームページをチェックしてくださったらなと思う感じでございます。今回ご紹介するのがですね、刺繍が可愛いホレービッグトートということで、あ、ホレートートだねたださ、この黒かな、黒になんかこの水色な感じがなかなか可愛らしいなと思う内容になっておりまして、でっかい箱がついております。中身はまあ軽い感じだけども、ほんで早速開けていこう。はい、よっこいしょ。はい、中身はこんな感じだ。なんか珍しい形のシリカちゃんがついておりますけど、シリカちゃんぽーい、表情変わったんかな。いや可愛くない、普通にこんな感じでございますね。割と写真通りな感じかなと私的には思うようなバッグでございますね。なんかさ、持ち手がさ、なんかビニールテープみたいな感じの持ち手かなと思ったんですけど、意外としっかりしてて色合い的にとっても可愛らしい。ということで本では早速本体レビュー行ってみよう。はい、トゥクトゥン、よっこいしょと乗っけていきます。そうですね、ちょっとでかいのだが、そんなに重たくないよ、 150g ぐらい、まあ、でかい割には軽いんじゃないかなと思いますね。ほんで素材的にもなんかしっかりしてそうな気がする、こんな感じのバッグでございます。これ付録やったら上等じゃないのと私的には思う感じなんですけども、素材アップいきますと、こんな感じのナイロン素材でございます。カシャカシャ素材になってるんですけど、裏側が保冷本素材になるのでかなり分厚みはある感じになっております。そして持ち手も本体と同じ感じのナイロン素材、ちょっとねだからボキボキしてしまうところあるんですが、ただすごくしっかり頑丈に作ってくれてるかなと思います。で素材的にあの100均のナイロンテープがですね、ここに使われない方がよりしっかりとしたバッグに見えるっていうのは確かだと思うので、この持ち手をねちゃんと本体と同じ素材感にしてくれたっていうところはなかなか評価ができるのではないかなと思います。こんな感じで2枚合わせになっております。真ん中にドーンと刺繍がございまして、ミッフィーちゃんのねお顔がドンなんですけど、まあさ、なんか白黒な感じやから、そんなにミッフィーちゃんやけど可愛らしいけど、まあでも大人っぽくは仕上げてくれてるんじゃないかなと思いますね。この黒、水色、白な感じっていうのがとってもデザイン的に可愛らしいかなと私的には思います。ここにミッフィーちゃんのタグも一応つけてくれておりますね。ミッフィーって書いてある、こんな感じで、ここにポケットがございます。真ん中のポケットはそこまで行くポケットじゃなくてここまでですね。なので入れるもの的にはちっちゃいもの、あんまりねカバンの表面にお財布とか入れない方がいいけども、まあ三つ折り財布ぐらいだったらスポンと入る感じかなと思います。長財布とかは入れへんかな、まあ、でも飾りでもね、例えばこういうポケットついてくれてるのなかなか可愛らしいかなと思うので、まあ、そこはいいんじゃないかなというあたりでございますね。本体待ちしっかりございまして、このぐらい待ちがある感じでございます。ちょっと若干最初オリジワはいっちゃってるんですけど、開けてまあ言うてすぐ使える感じかなと思いますね。裏面と表面となっております。中開けていきますけども、チャックつけてくれておりまして、チャックは薄べったチャックにはなんねんけど、ピヤーっと開けてパカン、まあ、裏側はギンギラギンでございますね。保冷バッグとするのであれば割と十分なクオリティかなと私的には思います。まあ、夏本番になりますから保冷バッグね、ずーっと使われてる方とかもいらっしゃると思うねんけど、ここいらでちょっと買い替えたいなーっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、定期的にね保冷バッグもしくはポーチだったりとか、そういうものは定期的に出してきてくれていいんじゃないかなと私的には思う感じでございますよ。デザイン的にとっても可
愛い系だけど若干の大人っぽさがあるという感じかなと思います。まあ、ほんでは 500ml ペットボトル2本ぐらい取り込んでですねギューンチェックをしていこうかなと思うんですが、本体の素材感がいかんせんしっかりしているのでそこまでギューンとはしないかなと思います。上のチャックを止めていくと、ちなみに先っちょもねこんな感じにしてくれておりますけども、チャックは普通の薄べったチャックになっております。上止めた状態ですとそこまでねギュンギュンは響かないかなと思います。まあ、重たいもの持ってもしっかり持てる、かなりねだから大きいペットボトルとか入れちゃってもさ全然大丈夫なぐらいね頑丈な作り、全部が全部この本体表面の素材感がそんなにめっちゃ分厚いかって言われたらそうでもないねんけど、ただ裏地がまあしっかり分厚いということでこの厚みが出ているということと、持ち手をこの固めのナイロン素材にしてくれてるということでとてもしっかりしてますね。なんかどっかから破けてきたりとかそういう心配とか重たいもん持っても全然大丈夫そう、とっても頑丈に作ってくれてるなという印象です。はい、手で持ってみたらこんな感じ、はい、肩からかけたらこんな感じ、爽やかでなかなか可愛らしいよね。はい、どうでしょう、いや良くないですか、普通になんかねデザイン的に完成されてる気がする。ここがどうとかなんかあんま感じひんかなと思います。とっても可愛らしい感じかなと私的には思うのですがいかがでしょうか。一応クンクンチェックしていきますけども、クン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 、もうほぼ無臭ですね。素材臭もそんなにせえへんかなって感じなので、食品入れられる方もねお野菜とかそのままバンバンって入れられる方も全然問題ないかなと思います。出して割とすぐ使える系じゃないかなと思います。若干のリジアはついてるけどそこまで気にならないので、しっかり系のなんかこう爽やかデザインのねこれ本箱を探しの方やったらいいんじゃないかなと私的には思いました。いや可愛いよ。ほんでは次、続きましてビスト通常版でございます。なんかさ外ミン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 言ってないですか、大丈夫、音うるさくない。一応付録としてですね資生堂さんとクラッシーベリーストーリービストの共同宣言、毎日いろいろあるけど私たちポジティブ肌でいこうっていうこの冊子が一応まあ付録としてね言っております。資生堂さんのなんか宣伝みたいな感じで、もって付録がこちらになっておりますね。コスメキッチンさんのナチュラル&オーガニックパワーでマスク美人10点セットっていうのがついております。コスメキッチンね私取り上げるの初めてかなと思うんですが、コスメキッチンさんっていうのはちょっと今調べたんですけど、世界中の個性あふれるナチュラル&オーガニックコスメを扱うショップさんがコスメキッチンさんやねんね。日本にはない珍しいタイプのコスメが揃っており、パッケージもユニークですということで、コスメキッチンさんというショップで取り扱ってらっしゃるオーガニックのメーカーのものがいろいろ入った付録という感じになっておりますね。ということでまあ本体レビューいってみや。パッケージこのような感じになっておりますけど、もう神でございますね。後ろからも神やった。この説明がねしっかり載っているので、こんな感じであの成分がこんな感じよっていうのもねきっちり載せてくれているので、そのあたりはしっかり作ってくれてるなと思います。それプラスコスメキッチンさんのこういうなんかポーチみたいなやつもついてくるみたいです。とりま中を開けていきますとですね、はい、よっこいしょと、ほうほうほう、あこんな感じな、こんな感じで入っておりますよ。こういうものがついてくるよという感じでございます。コスメキッチンさんのこのポーチ的なものはいるかっていう話やねけど、とりあえずねこちらご紹介しようかなと思うんですが、まあオーガニックって感じよね。まあ本来さ付録ってこういうことなんかもしれへんよね。なかなかねクオリティを求めすぎる部分もあったりとかするんだけども、クオリティをなぜ求めるかって言ったら雑誌の値段が上がったからですよ。単純にこれが雑誌の値段が基本的に例えば500円600円時代の価格帯のまんま、例えば私普段言ってるやんか付録とかムックとかのクオリティ上げてほしいって言ってるけど、その価格帯のまんまやったらそこまで言わへんねんけど、今って1000円以上が当たり前っていう時代なので、だったらば付録ムックのクオリティもそのぐらい上げてほしいなって思うところだったりとかするんだけどね。まあでもオーガニックっていう感じは線でもないから、まあええんじゃなかろうかという感じでございますね。コスメキッチンさんのロゴが後ろ前両方に入っておりまして、中はこんな感じ、裏地とかも全然ついてなくってポーチとかで使えるよっていうものでございますね。こんな感じ。ほんでリボンがついているのでシュッて巾着状にするとこうなりますね。リボンをするとこんな感じにもなる。なんかエコバッグって書いてあってんけど、これはエコバッグにはならんかな。まあコスメポーチとかそういうのに使ったらいいかなというものでございます。で中身をご紹介していこうかなと思うんですが、950円って割と高いよね。ただあのコスメキッチンさんね15点ぐらいついて、ちゃうかったっけ、20点ぐらいついてたっけな。なんかねムック本発売され
たことあるんですけど、こちら割とね1500円ぐらいしたので、今回付録で、まあ、こんだけ10点ついて950円やったら意外とお得なんかもしれへんね。ちょっと一個一個いこうかなと思うんですが、こちらナチュラルプラスでメイクアップクリーム、カラープラスラベンダーピンクということでございます。まあベースでございますね。こんな感じの色で、香りは確かにラベンダー、こんな感じでしっとり仕上げてくれるメイクアップベースでございます。これ全部オーガニックでできてると言われたらなんかすごいね。こっちとこっち比べたらちょっとこっちの方が明るくなったかな。まあ伸ばしたらそんなにね真っ白白感はなくなって逆に馴染んだかなという感じです。でこちら続きましてですね、エフポオーガニックさんのこちらカーミングオイル、こちら美容液になっておりますね。そしてカーミングクリーム、こちら普通にクリーム、そしてカーミングローション化粧水ですね。こちらがクリアクレンジングということでクレンジング剤、このアロテ化粧水クリームオイルみたいな感じのセットがついております。ちょっとローションだけ試してみようかなと思うんですが、こっちの手に出してみるね。よいしょ。あ、ローションサラッサラですね。めっちゃ垂れた。サラサラやけどなんかしっとり感はあるなっていうローションです。香りはですね、あーでもそんなにね、なんか天然由来系のいい香りって感じ。あ、でもあんなにビチャビチャしてたけどもうなくなりました。でもねしっとりしてる感じする。どっちかっていうとこうぬったぬったする感じ、しっかり潤ってくれてるなという感じはしました。まあ、こんなんもさ手だけで試すっていうのなかなか難しいけど、まあ、実際ね付録とかで一通りいろんなブランド試してみるっていうのはまあいいんじゃなかろうかと思います。コスメキッチンさんに関しては全てにおいてオーガニックの商品ばっかりのラインナップやから、そういうのを好きな方はいろんなやつ試せていいんじゃないかなと思います。はい、続きましてこちら3つとも違うブランドなんですけど、こちらがですねマルティナシアーナクリーム、フェイス用のクリームです。なんかねオリーブ美容油って書いてあるから、あとカカオ油とか全成分がねほんま少ないわ。水、オリーブ、シア油とかさ、ダマスクバラ花水とかさ、カカオシとかさ、全成分って書いてあんねんけど、めちゃめちゃ種類が少ないのがびっくりする。これで全成分やってすごいな。オーガニック、まあ、ちゃんと作ってくれてるんかなっていう気がしますね。そしてこちらドゥオーガニックエクストラクトローションアドバンスト化粧水でございますね。この製品はオーガニック培養された植物原料を使い日本国内で生産されています。先ほどのこちらはですねドイツ産だったんですけど、こちらはあの日本製にこだわってるよっていう感じになっております。そしてこちらリキッドパウダーエアレスクッションオーガニックアクア美容液ファンデーションシルキー&クリアナチュラルの 003S 版っていうことらしい。ファンデーションついてんねんね。ちょっとこちら試してみていいですか。なんかね乾燥による小じわを目立たなくするっていう効果評価試験済み商品となっております。これもオーガニックなんだね。リキッドファンデみたいな感じなんかな。出てけえへん出てけえへん。はい、こんな感じ。ちょっと手塗ってみますね。なんかね香りはほとんどないです。あ、でもねカバー力こそそこまで感じなかったりとかするんですけど、どうやろな、基本的に多分粒子がすごく細かいんだと思うんですけど、そうするとね粒子細かいのはいいんですよ。やねんけど肌のさ細かいシワあるやんか、そこまで隅々に行き渡ってしまうよ。で行き渡んのはいいねんけど、こうやってやった時に粒子が細かいとですね、そのシワだけに残るみたいなところがあって、なんかシワがなんか白浮きしてるような気はするな。その拡大で見た時ね、わかるかな、ここにシワがあるよっていうのがこう白くなって見える感じがちょっとするから、カバー力って考えたらあんまりかもしれへん。やねんけどオーガニック商品を使ったファンデーション、なんか美容液ファンデーション、なんかもう塗ってる方がなんならスキンケアできてるでぐらいのことが書いてあったりとかするからさ、まあ、お肌のことを考えたらカバー力よりも肌ダメージとかがない方がいいわっていう方はいいんじゃないかなって思いました。ちょっと白浮きするかなって思うな。で最後にこちらでございますね、自然の力を頭皮と髪にエレキュイールグロッシースムーズコンディショナーと3エレメントシャンプーっていうのが 10ml ずつついております。ちょっと香りだけ嗅いでいいかな。あー、なんかね全体的にこのオーガニック商品、これもそうなんですけど、なんかちょっと生姜っぽいというか、そんなことないか、なんかいい香りするんですけど、若干スパイシーなアクアって感じ、ちょっとだけねそういう天然香料が入ってるよっていう感じの香りがちょっとする、ちょっとお香っぽい感じがちょっとするけども、まあまあまあオーガニックっていう香りはするかなと思いました。これはまた使ってみないと分かんないね。このような感じの10点セットとなっております。はい、どうです、コスメキッチンさんね、私気になってたんですけど、なんかねオーガニック系いいの分かんねんけど、どうもこのそれよりもこう化粧のりとかさ、そっちを優先してしまうタイプやからさ、ついついねうんって思っててんけど、でもこれに関してはなんかいろいろ試せるっていうのがすごくいいかなと思いました。10商品
全部ブランドが違うっていうことではないんですけど、ブランド的には 1,2,3 ブランド的には6種類ぐらい試せる感じになるんかな。多分そのブランドさんのとっても主力商品を入れてくれていると思うので、まあ、気になる方はチェックしてみられるのいいんじゃないかなと思います。950円ってちょっとお高めにはなるんですけど、美容雑誌さんの割には。ただまあしっかり試せる感じだと思うので、全部2包ずつぐらいついとったらねいいねんけどね。たまにさ美容雑誌さんでなんかもう1週間分試せますよみたいなやつがついてたりとかするんですけど、それすごくいいと思うんですね。やっぱりさ化粧水とかってさ1週間ぐらい試さんとちょっとわからんかったりとかするやん。だからコスメキッチンさんこう種類を増やしてくれるっていうのは、これはこれでこうなんかお得感があったりとかするやんか。それはそれでいいねんけど、かける2ぐらいしてくれたらちょっと嬉しいなって、Y的にはちょっと無茶ぶりなお願いをしたいところでございますね。2日は試したいな、せめてな。まあでもね暑いしさ、シミもできやすいシーズンになってきますので、なんかこういう肌にいいよってこう言われているものをね試してみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。私はというとですね、あの前にご紹介しましたライスビギンさんを相変わらずずっと使っております。その日によってはねこういう付録でついたやつ、なんか前の9点のやつとかあるやんか、あんなんも全然普通に使ったりとかしてるし、いろいろなんですけど、ベースはやっぱりライスビギンさんのエマルジョンとクリームっていうセットをずっと使い続けている感じでございます。またなんかこれがいいよっていうのがあったらまた動画でお知らせしようかなと思うんですが、今のところ続けていく感じでございます。まあでもね付録でこんなんいっぱい出るからさ、とりあえず一個一個ちまちま使っていこうかなと。試してみないと分かんないからね。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。ということで自月予告いってみよう。はい、こちらリンネル10月号は8月20日発売となっておりまして、リンネルさんは今回も3種類出る感じになっております。いや、たださー、まあいいわ、とりあえず通常版からお知らせいきましょうという感じなんですけども、通常版がですねマイクロエコバッグ、スヌーピー小さいからいつものバッグにイン、スヌーピーのマイクロエコバッグっていうのがついてくるみたい。こんな感じ、あえてのちっちゃいエコバッグということでございますね。なんかコンビニ行ったりちょこっとした買い物にいいんじゃないかなっていう感じのエコバッグ。まあちっちゃいからには素材感がいい感じなんかな。一応折りたたみができる感じになっていて、カラビナとかもついているみたいです。こんな感じのシンプルに戻りましたよというエコバッグが通常版となっております。そしてこちらがですね、また宝島社さんのホームページ限定バージョンとなっておりまして、こちらが特別号ですね。こちらからお知らせいこうかなと思うんですが、スヌーピー窓から顔が覗くスヌーピーのバス型ミニバニティポーチ&ペンケース。バニティポーチとペンケースがセットってなってる感じやねんね。なかなかガチャガチャして可愛らしい感じにはなってるんですけども、まあでも今までもなー、いろいろ出たからねこれ系はね。どうだろう。ほんでスヌーピーっていうキャラクターを使うのもいいんだけども、ワンチャンさいろんなお店で売ってたりとかするやんか。やっぱこれ系の付録はちょっとどうかな。いや、あのスヌーピー好きの方はねコメント欄でね、もう熱いスヌーピー好きの方がねいらっしゃるのはね、いつもコメント読ませていただいておりますよ。ありがとうございます。いや、お好きな方はガチでいいと思うねんけど、まあ、クオリティがどうかなーという感じじゃないかなと思います。そして私が気になるのはこちら。これは気になるくない？これなんか気になるくない？こちらも宝島社さんのホームページ限定となっておりまして、特別号増刊となっております。付録がですねキューピー地球に優しいカトラリー&アラエルケースっていうのがついてくるみたい。なんかねこの素材がなんか半透明な感じ、ほんでこれが中についてるよ入るよっていう感じのものみたいです。これ可愛くない？普通にキューピー可愛いのだが。でさ、スヌーピーって来てなんでキューピーなんていう話ではあるんですけど、これなかなか可愛らしいんじゃないかなと思います。宝島社さん多分9月末ぐらいまで送料無料キャンペーンやっていると思うので、まあ、宝島社さんのねホームページでこれを機に購入されるのもいいんじゃないかなと思います、まあ、店頭でねこの2つはそもそも売ってないのでね、宝島社さんのホームページ気になった方は覗いてくださったらなと思う感じでございます。なかなか可愛らしい感じの付録になっておりますね。そしてはい、ビスト10月号でございます。8月17日発売となっておりまして、付録がですねこちらかな、これか、特別版の付録って書いてるので、通常版は付録つかへんのかな。ちょっとねこの辺の書き方がいつも曖昧でねめっちゃわかりにくいんですけど、史上初の現品付録特別版となっておりまして、下地美容液 UV ファンデブルーライトカット、そんなことまでしてくれんの今って、水汗防止コンシーラーノンコメドの8インワン塗るほどに肌調子アップレカルカの人間細胞カメレオンベースっていうのがついてくるらしい。このねレカルカさんなんか聞いたことあるな、割と有名なブランドさんじゃないかなと思うんですけど、まあ、現品がついてくるんだって。で今人間細胞って流行ってたりとかするやんか。なので、まあ、カメレオンベースということでね、あのベースにはなると思うんだけども、ファンデの役割もしてくれるよっていうものらしいので、まあ、現品ついてくるということでね、お試しされるのもい
んじゃなかろうかと思います。そして、本紙特別付録1。これもこれも一緒になってついてくるのか、これとこれで分かれてるのか、ちょっとわかんないんですけど、まあ、一応お伝えしますね。元祖ドクターズコスメ、本来の美を呼び覚まし、肌と髪に上質なツヤを、ということで、北原美顔の石鹸&シャンコン。なるほど、石鹸とシャンプー&コンディショナーがついてくるということで、あ、これいいな。石鹸ついてくるの私好きやねんな。なんか嬉しくない？石鹸ってさ、むちゃくちゃ長持ちするんやって、付録でついてきたやつって、割とでかいんやって。でさ、買ったら割と高いんやって。だからね、付録でついてくるの割と嬉しいなと思うんですが、そして、韓国コスメを代表する名品中の名品をたっぷり試せるチャンスということで、ドクタージェットのシカクリームっていうのもついてくるみたいです。なかなか盛りだくさんな内容でございますね。で、スタヤ限定版をご購入された方は、クリーンクラシックっていうところのソフトランドリーオードパルファムミニボトル 5ml っていうのが、スタヤ限定バージョンではついてくるみたいです。まあ、先着って書いてるので、ちょっと遅かったらね、ついてこないかもしれないんですけど、まあ、こんな感じのラインナップになるみたい。この一貫細胞すごい気になるなぁ。まあ、でも、現品試せるのはなかなかでかいかなと思います。お値段がどのくらいか。まあ、ビストさんはじめ、美容雑誌さんはね、最近ゴリゴリに攻めてくれるので、私的にはとても満足度が高いなぁと毎回思う感じでございます。はい、今日の付録紹介いかがだったでしょうか。ということで、あの前回のさ、シーンさん動画、たくさんコメント書いてくださってありがとうございます。あれが似合うよとか、これはちょっとあんまりやなとかね、ピンクをさ、たくさん被ったので、それでたくさんコメントいただけたんかなと思うんですが、ピンクのプードルが良かったよとか、ピンクのプードルだけが似合わんかったよとか、皆さんのね、いろんなご意見いただけて、どっちなんどっちなんと思いながらね。いやでもね、せっかくウィッグたくさんあるので、まあ、今後ね、またちょっと被っていけたらなと思う感じでございます。なんか自然な感じのやつも割とあったでしょ。似合う似合わへんもあるよ。素材があまりよろしくないからさ、おばちゃんだからそんなにね、なんかその商品の良さをさ、あまりお伝えできんかったところあると思うのだが、ただ商品自体はね、すごくどれも良かった。なんかね、例えばこれは髪の毛の質感が良くないわっていうやつがあったら、そのまんま言ってるやんか。どれもなかったでしょ。普通にね、髪の毛の質感的にはどれも等しく良かったです。ウィッグのすごい技術上がってるね。ほんであれってさ、ちゃんとね、生え際がついてるタイプのウィッグになるんですけど、だからここがなんかちょっと頭皮の肌みたいな感じになってんねんけどさ、あれってさ、こうパキってこう綺麗すぎるやんか。だからここをね、なんかね、ちゃ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 ってちょっと逆毛立てたりとかして、なんかわかります、コームでさ、チュチュッチュチュッとかやったりとかして、ここをね、もうちょっと自然っぽくしたら、ほんまわからん感じでかぶれるかなと思います。で、ね、コメント欄で、あのネットみたいなやつついてたって書かれてる方いらっしゃってんけども、ネットはごめんなさい、別売りでございます。それ用意してね、もうがっつりかぶったろって思ってたんやけど、しっかり忘れていて、当日を迎えてしまい、あらーみたいな、まあまあいいかみたいな感じで髪の毛くくってね、適当に動画では被りましたけども、ちゃんと被るのであれば、ちゃんとこうキューってするネットでね、まあヘアピンとかでずれへんように、例えば固定とかしてギュンっていう状態で、このウィッグをですね、逆さ向けて、おでことおでこの位置を合わせてパコみたいな感じで被ったら、すごく綺麗に被れるかなと思います。いや、ウィッグ意外と良かった。なんか普段から使われてるっていう方もね、コメント欄でいらっしゃるんだけど、なんかさ、ご紹介したやつはさ、安いラインナップになるから、普段使われてるやつはさ、すごいいいものをさ、いい商品を使われてるかもしれへんけども、なんかこういういろんな種類が出るのってすごいいいことやなと思いますね。いろいろ被ってみれてね、ほんとすごく楽しかったです。あ、ちなみにコメント欄で、あのストッキングをカットして被っても、あのあれの代わりになるよって、あのいらん破れてるね、ストッキングとかをギューンって被って、キュッキュッてこう止めてさ、やってもネットの代わりになるよとか書いてくださってる方もいらっしゃって、まあ、みんなそんな感じでね、いろいろメチェンを楽しんでいただけたらなと思います。ちなみに夏かぶったらちょっと暑いかもしらん、冬はめっちゃぬくくていいんちゃうかな。はい、それでですね、この間ご紹介できなかった我が家の心霊現象について今日はお話ししていこうかなと思う感じでございます。まず私がこの家に越してきた時なんですけども、部屋がね 1,2,3,4 なんか5個ぐらいあんねんやんか。まあちょっと区切られてるところを外して、でかくダーンでリビングで使ったりとか、まあそういう使い方をしてたりとかするのであれやねんけども、この家越した時って私、その時ね、ちょっと事情がありまして、一人だけだったんですよ。1ヶ月ぐらいかな、一人だけで住んでたんですが、その時は荷物がね、まだそんななくて、だから6畳一間だけで暮らしてたんですね。奥に6畳があるんですけど、そこにベッドとパソコンと置いて、でまあ冷蔵庫とかはキッチンにあんねんけど、後の部屋って通るだけみたいな感じやってんやんか。やねんけど、奥にまた6畳ぐらいの部屋があんねんけどさ、そこがあの電気をつけてなかったんよ。っていうのも、最初にね、家電とかいっぱい買わな
あかんやんか。電気だけで 1,2,3,4,5 ここぐらいあのついてなかったん、電気全何にも。だからさ、いろいろ出費がかさんだわけですよ。だから奥の部屋ってとりあえず使えへんからと思って、電気最初つけてなかったんね、最初の 1,2ヶ月か。ほたらさ、そのキッチンの横にその部屋があるわけですけど、なんか怖くてさ、一人やし、いやなんか怖いなってちょっと思っててんよ、お家でね。んでまあ子供たちも一緒に住むようになって、そっからはね別にそこまでなんか怖いなーってなんかこう気配感じるなーって思うこともそんなになくなっていって、要はまあ人が住んでたらさ、それだけで気配がすごいあったりとか、みーちゃんもいるからさ、なんかあんまり何も気にならんくなってんね。で今現在っていうのは家の中でなんか怖いなーって思うことが全然なかったりとかするんだけど、最初のねここ越してきて最初の1年2年ぐらいは足音がすごかったしかも昼間やね、あのトコ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 って子供がね走る足音っていうのがものすごかったです。ものすごいっていうか、なんやろな、1週間中に2日ぐらいはトコ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 走りまくってる感じ。ほんでうちの上ってその時人住んでなかったよね真上に当たる上については住んでなかった。その向かい側なんか斜めのお家には人住んでたりとかするんですけど、基本的にここってさ田舎やからさ、ご老人が多いわけですよ。お子さん住んでらっしゃらないね。向かいの塔とかなんか別のちょっと離れたとことかやったらお子さんたくさん住んでらっしゃるんだけど、この塔に限っては私が知る限り、まあ3年ぐらい住んで知る限りですね、お年召した方しか住まれてないのよ。やねんけど、ちっちゃい子が走りまくる音っていうのが最初の1年ぐらいすごいしてました。で2年目からなくなってさ、でもそういうね、なんていうの、子供がとことこ走る音ってさ、いいって言うやんでその時はね、ぶっちゃけね動画もすごく伸びてたんですよね。めっちゃ調子が良かった。最近ねそんなとことこする音が鳴ることがねすごくなくなってしまって、ほんなら動画もほら伸びてないでしょこれ。まあ言うてね、たくさんの方がご覧いただいてるのはもう感謝感激なんですけどもね、もうこの皆さんがいらっしゃるから私は YouTube 動画を続けられるねんっていう感謝でしかないねんけど、マジで。でも昔ってさ、なんかアホほど伸びとった時あるやんか。あの時多分トコ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 走ってた時です。で今はほんと聞かなくなった、急に。なのでここ1,2年ぐらい、 1.5年ぐらいはあんまりその上でトコ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 走ってる音っていうのは聞こえなかったりとかするんだけども、その分ですね、ここ最近増えたのが物が落ちる。これすさまじいね、なんかマジで。まあ、言うてね、私が適当に積んでるっていうのがね、いろんな物を適当に積んでたりとかするからさ、まあ、とりあえず洗濯物を部屋干しとかしてさ取り込んで椅子の上にポン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 って置いて、で向こう向いたらもうとりあえずザーって落ちる。で丸いテーブルがキッチンにあるんですけど、そこの上にマスクとかそういうのを置いてたりとかすんねんけどさ、その上になんかこうパッケージ物パンパンパンって乗せちゃったらとりあえず落ちる。ほんであのゴミ袋ってね、私ね、あのね、うちゴミが多いんよすごく。あの子供がいるっていうのもあったりとかするんだけど、それはちょっと言い訳やけどさまあゴミすごい多いんですよ。っていうのもまあ雑誌古くとかでゴミが出たりとかするやんか。だから割と毎回ね、いっぱいいっぱいなんやかんやのゴミが出るわけですよ。あのパッケージとか段ボールとかさ、段ボールもまとめて出しゃいいんですけど、まとめると重たくなるから割と小分けで捨てたいねんね、普段から燃えるゴミとして捨てちゃいたいわけですよ。でそうするとあのゴミ箱みたいなやつ設置してないねん。ゴミ袋そのままボーンってそのまま置いて、ポン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 ってみんなでゴミ入れていくみたいな。ゴミ箱あるところもあんねんけど、とりあえずキッチンに関しては全てのゴミが集結するので、もうゴミ袋そのままゴーンって置いとったりとかすんねんやんか。でうちのキッチンってあの食卓はないんですよ。あのリビングで食べるからキッチンに食卓って置いてなくって、そうするとね無駄にダダッピロいんやんか。ボーンってキッチンは奥使うだけやのに、ここのフロア全部余ったんねんね。だからまあいろいろ置けるっていうことで、ゴミ袋ボーンってそのまま置いてたりとかすんねんやんか。そうするとそのゴミがバサーって動いたりとか、なんていうかな、カシャカシャ言ったりとか、まあ、そういうさ人の手がファーって当たったみたいなシャンっていう音がしたりとか、まあとりあえず物が落ちるとかですね、そういうことがもう日常茶飯事的に本当にあったわけですね。で今度編集してる時ですね、なんかね壁をねこういう感じ、コンコンコンってする感じ、こういう感じの音がコンってすんねんやんか。どっちかっていうと小石を壁にポンって当てたみたいな感じの音が編集の時はだいたい 3,4 回します小石当てられてる感じ壁にね。やねんけどもう慣れっこやからさ、そのまんま普通にふーって編集してるわけですよ。ただねこの家もしなんかそういうこう霊的なものがねもしあったとしても、そんなねなんか嫌な感じじゃないねんね。うちの子供も含めとってもお家大好きやし、ほんですごくなんか一人でいて怖いとか夜怖くなるとかいうことも一切ないわけよ。だから割とリラックス空間でなんか共存してるみたいな感じ。ほんで猫飼ってらっしゃる
らっしゃる方とかワンちゃん飼ってらっしゃる方とか動物と一緒に暮らしてらっしゃる方とかやったらわかると思うねんけど、遠くでさカシャカシャとかなんか変な音がしてもさ何も思わへんのよね。常にこう動物がなんかシャンシャンってしてたりとか砂かいてたりとかさいろんな音がするからもともとあんまり気になれへんっていうことはあったりとかすんねんけど、まあいろいろなんかそういう現象はございますよということがまずありまして、ほんでまあなんか今日もこんなあったでとか今日はこれが落ちたでとか置いてあった橋が下に落ちてたとかいろいろさうちのその上の子ちゃんとかにいろいろ喋っとって、いやほんまなほんまなって言ってめっちゃ落ちるよなっていう話を子供含めしてたわけですよ。ほんである日たこ焼きをしたんですね。あのこないだあのツイッターでたこ焼きしたって書いててんけど、それと別日にまたたこ焼きをしてたんですよ。うちたこ焼き率高いからさ。ほんでたこ焼きちょっと残っちゃってんやんか、もう食べきれんくってたこ焼きのこのまんま入ってる状態でもう冷めてるから、じゃあキッチン持っていこう片付けるねって言ってたこ焼き器をキッチンに置いたんですよ。でたこ焼きが4個ぐらい入っている状態、もう食べられへんかって、もう食べきれへんかって、でその状態で置いてて、さあキッチンで洗い物するかなと思ってんけど、私動画見ながらじゃないと洗い物ができひんから動画まず探してて、なんかええ動画ないかな、あこれにしようかな、なんか流しながら洗い物したいしなと思ってボーってしてて、ほんでボーってこう携帯見ながらここにたこ焼き器がある状態でこうやってやっててんやんか、ほならたこ焼きが半回転してんそんなことある、そんなことある、たこ焼きが動きました。もうあのねこうだから普通にさたこ焼き4個余っててこうたこ焼き器にねポン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 ってある状態やってんけど、そのうちの奥の1個がクロンって回ってもう爆笑じゃない。ほんでなんかその時に子供おったから、ちょっとねねちゃんつーかんって言ってたこ焼き動いたってほんで、はぁ、あ、みたいな。たこ焼きは動かへんやろって言ってんけど。まあでも、うちやったありえるか、みたいな。うち何でもファサーって急に落ちたりとかさ、すっごいするから。で、なんかさ、訴えたいことがあるのであれば、例えばね、うちのマミーがね、もう亡くなっておりますので、あんたこれ気ぃつけなあかんでとかで、訴えないといけないのであれば、ほかないかと。でも、なんかいろいろやってくれたんかもしれんよね。ワンちゃんね、節一としてね。なんかこう、危険を知らしてくれてると。ほんで、いろいろなんか物落としてみたりとか、なんかいろいろやったけど、この鈍感、全然気づかへんと。よっしゃ、たこ焼き動かしたろうとなって、たこ焼きをくるんって動かしたんかなとか言うてて爆笑しましたけどね。たこ焼き動いてんで、そんなことある。で私バッチリ視界に入ってて、たまたま携帯でこう動画を探してたからさ、その先にあったからものすごい目線に入っててん、たまたまで、そのたこ焼きがだからくるんって回る瞬間をさ見てんねんよ。そんなことある、たこ焼き動いたんだが。え、たこ焼きって動かんくない、しかも半回転することある絶対おかしいややからなんかね、私ね、あの心霊系とかってさ、あのゾゾゾさんとかめっちゃ好きやねんか、めっちゃ好きやねんけど、なんやろうな、好きやけど信じてるわけではないというか、なんかその不思議な感じなんですよ。別にそんな信じてるわけではないけど、まあ別にその霊とかそういうのがいてもまあ別にええかなみたいな。で実際そこまで体験したわけではないから、まあ十分体験してるのかもしれへんけど、この普段のさ物落ちたり動いたりとかで体験したのかもしれへんけど、でもそこまで信じてないのね。もう鈍感すぎてさ、もう全然分かれへんし、たこ焼き動いたのを目で見たから完全に、と思ってたこ焼き勝手に動かへんよなーと思っておもろない、たこ焼き動くは爆笑じゃないよめちゃ笑ったもん、たこ焼き動いたんだが言うて。だから割とおもろいことがあったよっていうのはそれなんですけど、だってたこ焼き動くと思えへんやん、びっくりせえへん。でもね、なんかね、あの言ってたんですけど、コメなんかの動画で見てんけど、私がなんかお化けとかね全然怖くないんですよ。お化け屋敷とかあるやんか、普通に歩いていけちゃう、全然怖くない。しかもあれはさ、人が脅かしに来てるやつやんか、後ろからワッとかされてビクッてしたりとかはあんねんけど、基本的に怖くはないんですね、全然怖くない。だからまあもともとそんな怖くないっていうのがあったりとかするんかもしれへんけど、なんかの動画で見た時にお化けの影響力っていう、なんかそういう動画の内容がそんなんやってんやんか。でお化けってもしついてたとしても、そのいい霊であれ悪い霊であれね、ついてたとしても、なんかほら肩が痛い、右肩が痛いとか、ああ霊がついてますねってこうお祓いしてさ、ほんでなんか明るくなったみたいなことってあるじゃないですか。あれなんでかって言ったら、なんかねお化けってそもそもがさ質量がそんなないやんか。だから人間に影響を与えれたとしても指一本レベルしか影響を与えられへんねんって、なんかの動画で見たんですけど、例えばすごいこう恨みを持って亡くなった霊がいるとするじゃないですか。例えばなんかついてるとするやんか。ほならこいつに恨みを晴らしてやるって言ってやることが、肩に例えば指とかでってこう1点で
って力を入れてちょっと肩凝らせるぐらいしかできひんらしいでね、影響力弱みたいな、なんかそういうことらしくって平面で言ったら普通にさあちょっと重いかなになってしまうやんか、だからなんか1点やねんって、こう1点でこうクーってやったらちょっとはこう増すやんか、この1点攻めの方が強いやんか、それでなんか肩が重くなったりとかそういうことがあるらしくって、っていうのをなんかほんまかどうか知らんけど聞いたことがあって、ほんならさ僕の守護霊はさ僕に何かお知らせようとしたのか、それがまあ悪霊かなんか知らんけど、何かこうこいつを怖がらせてやろうなのか、こいつに何か教えてやろうなのか分かれへんけど、指一本しかできひんわけよ力的にね。それでしたチョイスがたこ焼きを半回転させるっていうね、他なかったかって思うねんね。もうその渾身の一撃がさたこ焼きの半回転やったわけやんか、なんかごめんなってなるなんやろ、なんか気づけよでも多分私気づいてないし、お前のことを恨んでやるムカつくみたいな、なんかあの過去の怨念みたいなやつでもう大してダメージ受けてないし、もうどっちにしろごめんやねん、なんかごめんなって思ったっていうお話でございました皆さんさそういうねなんか心霊体験とかってあります？まあ夏ですから何かしらねあったらコメント欄で書いていただけたらなと思うねんけど、まあ私なかなかね不思議体験まあ数える程度やけどあったりとかすんねんけど、またそんなんもねいろんな動画のこういう雑談コーナーでまた夏だしねお話ししていけたらと思うところでございます。なので内容的にはたこ焼きが動いたっていう話でございました。おもろくないマジでめっちゃ持ちネタできたって思ってんけど、まさかたこ焼き動くと思わんかったから、いやすごいある意味楽しい経験でございました。皆さんも何かあったらマジでコメント欄で書いて、なんかさツイッターのリプとかさ DM とかでもいいからさ、またなんかそういう心霊体験怖かった体験とか、あとなんだこの体験はみたいなことがあったらどしどしいただけたらなと思います。また何かの動画でご紹介させていただくね。はい、今日はこのあたりでということで、いつもほんとたくさんのコメントと、そして心温かいグッドと、何よりこの最後の最後までご覧いただきまして、いつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。